にちはにゃです。ってことで、最強ぶっ壊れ超絶インフレコラボであるガンダムコラボ、なんと新キャラも大量に交換可能ということで、交換所解説、交換優先度ランキングやっていこうと思います。今回なんと交換対象10体でございます。石獣のガチャキャラが10体交換可能は相当うまいです。めちゃくちゃ嬉しいですね。ただ10体もいたら相当パズドラやり込んでないとこう分かんないと思います。はい、まあ、なかなかねどれが強いんだろうってなっちゃうと思いますので、ここはパズドラ YouTuber の出番ということで、交換優先度ランキング、交換所解説の方しっかり細かくやっていこうと思います。もしよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンの方よろしくお願いします。皆さんが最も効率よくパズドラプレイできるように、そして未来で後悔しないように解説いたしますので、ぜひともね高評価だけでもしてくれるとモチベーションになるんでよろしくお願いいたします。はい、いつも通り評価基準は代用できるかと長持ちするかですね。はい、で今回交換の対象なんですけど10体で、でまずジャスティスガンダムですね。これがガンダムコラボのキャラクターのみで交換可能な一番交換しんどいやつ、これが10体弾使って交換できるよってやつですね。まあ、ちょっと重いけど、まあでも強いんでその分、はい、いいと思います。そして別ですね、はい、他に3体ですね。こちら3体も新キャラなんですけど、ホースインパルスガンダムで、クスイガンダムで、マスターガンダムですね。この3体がですね、はい、こちらの弾のラインナップとなっております。まあ、新しいガチャのキャラクターと、あと星7フェスゲンですね、と星6フェスゲンもちょっと入ってるのかな。はい、あとあの学園のキャラクターが入ってるような交換玉になってます。はい、のラインナップとなってます。これね結構ね、あのキャラによって玉違うんで気をつけてください。はい、さあ、まあ、結構学園のキャラねダブってたら出しちゃってもいいと思いますね。はい、ですが3体と、でさらにですね、はい、既存のもうすでに交換所前からあったやつですね、復刻したキャラたちがですね全部で6体います。まあ、この辺もですねかなり超絶強化もらっておりますし、そもそも結構使われていたキャラたちが多いので、これに関してもですね取ってほしいなと思っております。はい、こんな感じでね、今までのガンダムコラボのねキャラクターたちプラス星7フェスゲンですね、とあと学園のキャラクターで交換可能でございます。はい、まあこれが6体いますよということで、はい、まあ、全部で10体なので、で、交換の弾に合わせてですね、まあ、ジャスティスガンダムに関しては取るべきかどうか、ジャスティスガンダムこれね、に関しては、まあ、弾が1種類で1体なので、もうこれは取るべきかどうか、で、この3体に関しては交換優先度ランキングトップ3ということで、まあ、全部ですね、順位付け。で、さらにですね、はい、この元からあった交換のキャラクターたち6体に関しては、まあ、うちですね、あのトップ3を発表して、残り3体に関してもね、あのランキング付けはしてないですけど、しっかりと解説やっていこうと思います。はい、ということで、3種類様の種類ありますので、それに合わせてですね交換優先度ランキング発表していこうと思います。もしよかったら参考になったらね高評価よろしくお願いします。ということで、さあやっていきましょう。で、注意なんですけど、プレイスタイル各ボックスの状況によって順位はね変動する可能性ありますが、まあ、今回はね全体的にかなり性能良いです。で、まあどっちかっていうと本体を見るか武器を見るかによって少し順位変わったりはしますけど、まあ、基本的な順位は同じだと思ってください。はい、そしていつも言ってることではございますが、交換のする日ですね、はい、なるべくまあ最終日付近交換がおすすめですよと言ってるんですけど、まあ、ガンダムクラブ今回はもう完全にぶっ壊れていて、でかなりインフレもしているので、基本的にはねすぐ交換しちゃっても問題ないかなと思います。はい、心配だったら待ってください。一応テンスラコラボありますから、5月6日ね、もしかしたらテンスラコラボの情報出てる可能性は一応ありますので、もし心配な方はですね、あのギリギリまで待ってもいいと思いますけど、まあ、今回はほんと強いんでガンガン交換してガンガン使っちゃっていいかなと思っております。まあ、なるべくね後ろめでって感じです。はい、それではやっていきましょう。まずはですね、はい、一番気になるところかと思います、ジャスティスガンダムですね。まあ、何体取るべきか取るべきかどうかについて解説やっていこうと思います。はい、まあ、とりあえずね私も1体確保したんですけど、まあ、とにかく強いですね。環境最強リーダーでございます。はい、でまず強いのがこの転生進化のこの形態でございます。はい、2コンボで軽減40倍、1000万ダメージ、 HP2 倍と回復力 3.2 倍持っております。あ、HP と回復力 3.2 倍持っております。はい、まあ、強いリーダーですね。で、2ターンのスキルで6回以上非回復4個ずつ生成と、で上限55億解放の回復力 1.5 倍ですね。はい、まあ、使うなら2体ループしたいので、まあ、できれば2体欲しいかな、この形態がって感じです。で、逆に言えばこっちの究極進化のこの形態とか、まあ、一応リーダースキルがね非2コンボで 78% 軽減35倍5コンボ加算で強いんですけど、まあ、スキルとか見ると、まあ、ルーレットループで指伸ばすわけでもないから、まあ、この辺とかはね、まあ、別に突出して強いわけじゃないです。こっちの形態も76リーダーなんですけど、3ターン無効貫通のスキルでね、まあ、弱くはないんですけど、あ、別にこの辺を取るというよりはやっぱこの転生進化の形態を
2台取るという気持ちで交換するのがいいのかなと思います。はい、で、まあ、交換取るのはまあ前提としてですね。であともう一個プラスですね。はい、武器が強いんですよこれね。はい、こっちの武器です。はい、浮遊武器チーム HP チーム回復に3ターン遅延ということで、まあ、この武器も取ってほしいということで、はい、まあ、取ってほしい形態はこの武器、浮遊の武器とあと転生進化のこの形態ですね。はい、まあ、理想は3体あるといいかな。転生進化だから戻すのも大変だしね。まあ、4体あったらこの進化前と究極進化も取れるよって感じです。ただそんな取れないですよね。はい、なのでまずジャスティスガンダムをリーダーで使う場合ですね、はい、はまず転生進化、まあ、1体もしくは2体プラス、まあ、武器分1体ですかね。はい、取ったらいいかなって感じ。まあそれでも1から3になっちゃいますよね。1でも全然大丈夫です。はい、でジャスティスガンダムをリーダーで使う予定ない場合ですね、その場合にはこの武器分で1個持っておけばいいかなと思います。この武器はね、浮遊チーム HP3 ターン遅延武器なんで、これから未来使っていく可能性大いにありますので、取ってほしいと思ってます。はい、さあということで、まあとりあえず最低1体ですね、こうかわしてほしいと思ってまして、はい、リーダーで使わない場合はこの武器で1体で、リーダー使う場合はですね、転生進化のこの形態、まあ1体できれば2体ループなんで2体かな欲しいなと思ってます。ただ、さっきも言ったけど転生進化なんで、できればあのもう1個ね、転生進化のキャラクターとは別に自由に動かせる進化できるキャラクターの分でもう1体あるといいかなと思います。はい、まあ、一応1から3体って感じですかね、リーダーで使う場合もという感じになっております。これがジャスティスガンダムです。ゼロはやめた方がいいと思いますね。なるべく、まあ、ガチャ引いてジャスティスガンダムが交換できるくらいガチャ引くのはいいのかなと思います。はい、ということでございます。ジャスティスガンダムでした。さあでは続いてです。続いて新キャラ3体いきましょう。交換優先度ランキングですね。新キャラはですね、3体玉さあ3体ね、います。玉じゃなくて交換対象3体いますから、普通にもうトップ3発表したらね、全部順位付けすることになります。ということで新キャラ第3位でございます。3位はこちらです。はい、クスイガンダムですね。はい、これね強いんですけど、リーダーね。はい。リーダーで、そして強いんですけど、他と比べると、まあ、ちょっと劣るところというがあるかなってことで、まあ、消去法というかね、他が強いので、今回は、はい、3位になってますけど、他の交換所に並んでたら、これは普通に1位になってる可能性あるガンダムでございます。はい。一応、リーダースキル確認しておくと、光回復の同時消しで半減 HP2.6 倍で、実質 HP5.2 倍ですね。バカ高です。はい。で、45倍効果力で、5コンボ加算でございます。リーダーとしてとても優秀ですね。で、3ターンのダブル吸収スキル、これねリーダーでダブル吸収枠なんでかなり優秀なんですよね。ただじゃあサブで入ってくるかというと、サブだとマーベル&マーベルとかあとウィングガンダムとかいますから、あのダブル吸収枠ね、光は本当にかなり苛烈なんですね。争いがスタメン争い苛烈なんで、結構もうリーダーで使う以外はあんま使わないかもしれないよっていうキャラクターでございます。ただ HP は高いですね。チーム HP 持っていて、でステージでも高いんですよ。で樹脂4つ浮遊で火力も高いので、結構火力と HP は高いキャラクターでございます。はい、まあ、リーダーで使ってダブル吸収枠になる、もしくはまあサブでダブル吸収ですけど、サブのダブル吸収は結構スタメン争い激しいですよという感じでございます。はい、こちらクスイガンダムでございます。であと武器ですね。武器なんですけど、武器はねもう人権級というのはないんですね。めっちゃ強い武器はあります。はい、こっちまずハサウェイノアですね。ハサウェイノアはチーム HP と雲と暗闇耐性と消せない場合の覚醒無効回復の武器持ってます。汎用的に強いんですけど、まあ、これ目当てで、ね、取らなきゃダメってほどではないかなって感じ。あったら使うよね。スタミナ作用は全然ありそうだよねって武器でございます。はい、交換できたらしましょう。まあね、新キャラなんで全部取るのがいいと思うんですけど、まあ、なかなかね無課金美課金の方はそこまでいかないと思うんで、今回3位にしてあります。はい、もう一個の武器はマシンタイプ追加7シーン無効貫通チーム HP 武器で、まあ、無効貫通パーティーの武器だったら結構使う可能性あるかなって感じ。あとマシンタイプ追加も持ってますから、まあ、今回ガンダムコラボマシンタイプ縛り多いですからね、あ、まあ、そういうところで使える可能性もあるかなと思いますけど、同じくやっぱり、まあ、これのために交換するほどかっていうと、まあ、そこまでじゃないかなって感じ。はいです。まあ、新キャラなんでね1体取ってほしいですけど、まあ、今回は3位ということでございました。はい、それでは第2位いこうと思います。正直1位と2位はですね、これ本体見るか武器見るかで結構順位変動するかなと思います。はい、ということで第2位でございます。2位はこちらです。マスターガンダムでございます。でマスターガンダムはね、本体より個人的には武器を見てほしくて、この武器ですね。はい、マシンタイプ追加浮遊バインド封印武器でございます。これが強いです。唯一無二です。代用負荷です。はい、なのでこれを1位にしても良かったんですけど、まあやっぱねガンダムコラボは結構本体ガンガン使っていくコラボだと思っていますので、本体が強い方1位にしたって感じです。はい、あ、別にこのマスターガンダム本体強いんですけどね。はい、まあ、あの使いやすさの観点から、まあ、今回は2位にしました。え、正直すごい迷った。こっち1位でもいいです。この武器1位にしてもいいです。はい、あ、迷いどころですこれは。はい、これマジ1位にしてもいい。浮遊武器でバインド持ってる武器が今これしかないんですね。はい、まあ、初めての浮遊武器実装だから、まあ当たり前なんですけど、で結構
バインド持ってないで10シー大量に持ってるキャラクターっていうのがたくさんいるんですよね。例で言うと今回のバルバタスとかもそうなんですよ。まあ後で好感度出てくるんですけど、バルバタスもねとかが、まあこの武器必須になったりする可能性は一応ありますので注意してください。はい、あと封印持ってるのも偉いですね。まあスキルが1ターンヘイストなんで控えめで、はい、あのまあどっちかというと覚醒作用のキャラクターなんでということで、はい、まあ今回は2位にしてあります。まあこれ代用負荷ですから、あの通っといた方がいいと思います、武器ね。であと本体ですね。本体環境最強リーダーです。こちら樹脂5個に用のカゴ持ちですね。でこれスキルが面白くて120億解放です。初めての120億解放ね。はい、まあ、100億は一応出てましたけど120初めてです。はい、まあ、どんどんね上限解放の数もインフレしております。でしかもコンボ吸収無効化の初スキルも持っております。で無効貫通先生ですね。まあ、無効貫通パーティーってコンボ吸収がきつかったんですけど、コンボ吸収無効ですから、あの弱点はね解消してあります。だいぶ強いと思います。で闇6個消すと9個消すと 80% 軽減50倍1000万ダメージということで、まあ強いですね、マスターガンダムでございます。うん、強いんですけど、まあ今回、まあリーダーでね、超好んで使われるかっていうと多分そんなことはないんですよね。回復作んないんで。はい。回復作ると強いんですけど、回復作んないキャラクターは使われたがらないというのがね、最近のパズドラでございますから、まあ使ったら強いと思いますけど、まあ、使われないということで、まあ今回はですね、はい、2位にしてしました。はい。って感じでございます。で、あともう一個一応武器あるんで紹介しておくと、こっちはね、闇属性追加スキブキラニコのリダチェン武器でございます。まあ、リダチェン武器なんで、まあ、たまに使われるとは思いますけど、闇属性追加とかがあって、まあ、結構尖ってるので、あの、汎用的によく使われるリダチェン武器にはならないかなと思います。局所的に使われるリダチェン武器って感じで使われるかなと思います。はい。ということで、マスターガンダムでございました。こちら2位です。はい。ということで、1位決まりましたね。こちらでございます。フォースインパルスガンダムでございます。こちら、1位にして、あります。はい、でさっきも言ったけど1位にした理由ね、さっきの2位のやつは武器が強かったけど、こっちは本体もね強いということで、はい、使っております。ちなみに武器も強いです。一応武器からね比較しておこうと思います。武器なんですけど、はい、こちらですね、同じく浮遊武器ですに帯耐性持っていて、泥鏡4つとで1ターン変数同じですね。で2ターンダブル級あダメージ吸収無効貫通スキル持ってますということで、まあ、こっちは浮遊帯武器で、まあ、帯は最悪、まあ、なくてもどうにかなるし他のところでも補えるので、まあ、さっきのバインドと比べてね内容はかなりしやすいですが、まあ、やっぱ浮遊武器初めての実装なんで、まあ、全部取っとくのが一番安心ですよねというところで、はい、問題はこのね、フォースインパルスガンダム、リーダーが強いところなんですよね。転生進化と究極進化どっちも強いです。ジャスティスガンダムと同じですね。はい。まずこちら、スペック2、ディスティニーガンダムですね。これが強いです。まあ、リーダースキル見てもらったらわかるんですけど、HP1.1 倍、3色で激減です。はい。耐久力バカ高。で、5ゲシ1個につき3倍、1コンボ加算ということで、無限倍率なんですよね。めちゃ強いです、リーダーね。はい。まあ、そもそも3色で耐久っていうのが強いんですよね。あの、今まで流行ったリーダー、ルフィだったりとかエクシアだったりだとかジントニックだったりとかの、まあ、3色消し耐久のキャラクターことごとく強かったです。このスペック2も必ず使われると思います。はい、環境最強リーダーでかつ大人気キャラクターになると私は踏んでおります。はい、おそらくねそうなると思います。でしかも無限倍率でコンボ加算も無限ですから、まあ、固定ダメージないんですけど、その代わりかなりスペック高いリーダーでございます。で4ターンのスキルでダメージ吸収無効貫通76番面かってことで、これねやばいんすよ、いうスキルも。はい、まあ、簡単に言うと3つ役割持ってますね。まあ、54番目対策が最近必須ですから、76番目が超嬉しい。で、ダメージ吸収も嬉しい。無効貫通も嬉しい。あと、属性吸収だけ他で補えばいい。そんなリーダーですので、はい、もうめっちゃ強いですね、これ。はい。で、90億解放まで持ってますから、180億出せます、1人で。はい。これも十分ですね。めっちゃ強いと思っております。はい。ということでございます。デスティニーガンダムスペック2でございます。10Cは2つに、TGLG2 つで、アシスト無効もつけますということです。はい。めっちゃ強いです、これ、リーダーとして。はい。ぜひともね、確保して使ってほしいなと思っております。まあ、今回は区分だったら、ジャスティスガンダムパーティーか、デスティニーガンダムスペック2パーティーかって感じかな。あとは、まあ、ガチャキャラかなという感じですかね。あ、もちろん、クスイガンダムパーティーでもいいですけど、はい。まあ、この辺がね、結構強いかなと思っております。はい。です。あ、ちなみに新アスカの武器も一応見ときましょうか。これスキブ2個の T 字武器でダメージ無効ですね。まあ、これはかなり代用効きやすいし、これのために取るって感じではないかな。はい。このデスティニーガンダムは転生進化と、あとは中級進化も強いですね。こちら。そうそう、リーダースキル3色で半減。38倍固定500万ダメージ。マシンタイプの HP と回復力 2.3 倍です。同じくね、まあ、3色耐久なんですけど、まあ、さっきの転生進化と比べるとだいぶ劣りますよね。スキルも控えめで指と自分の回復2倍にしてって感じで、特に役割もないですし。はい。まあ、これは、はい、やっぱ転生進化で取ってほしいのかなというところでございます。浮遊武器と転生進化のこのリーダースキルね強いよということで、今回1位にいたしました。はい、まあ
さっきも言ったけどね、このフォースインパルスとマスターガンダムの1位には入れ替わる可能性全然あると思ってください。ということで、新キャラの交換優先度ランキングの方も終わりまして、さあ続いてでございます。続いて、はい、こちら6体ですね。既存キャラクター6体の交換優先度ランキングの方を喋っていこうと思います。で、このね、6体に関しては、1体ですね、例外的に喋んないといけないキャラクターがいるんです。ランキングでね、順位付けするのは結構難しいんですけど、ちょっと、喋ります、先に。はい。ゼータガンダムです。これがね、異質なので、ちょっと喋りづらいので、これだけ簡単に交換所解説してからですね、交換優先度ランキングいきます。はい。これ、ゼータガンダムね、超尖っています。浮遊樹脂6個無効貫通で4ターンのスキルで HP1 になるけど、敵に 50% 分のグラビティスキルを与えます。ただしスキルが10ターン使えなくなりますっていうね、もう尖りに尖ってるキャラクターで、これはですね、唯一無二で大容不可で、もうガチ勢ならガチ勢なほどですね、取ってほしいです。で、逆に言えば、エンジョイ勢、ライト層、中級者あたりの方はですね、使わないキャラクターでもあるんですね。非常に扱いが難しいキャラクターですので、先に紹介しました。もうこれの強さが分かってる方、こんなどう考えても取るべきやろって思ってる方はね、取ってください。で、逆に中級者、初級者、エンジョイ勢の方で、もうゼータガンダム前回から一回も使った覚えないや、いや欲しいと思ったこともないやって方は取らなくて大丈夫です。はい、というキャラクターでございます。これだけちょっと異質なんで別で紹介させていただきました。はい、ということでゼータガンダムはね、一旦覗いて交換優先度ランキングの方やっていこうと思います。これは特別枠です。ガチ勢の方は取ってくださいってキャラクターです。はい、ということで、はい、残り5体から交換優先度ランキングやっていこうと思います。はい、でまずは交換優先度ランキングトップ3入らなかったキャラクターですね。はい、ゼータガンダムは別枠として、はい、まずこちらシャア専用ザクでございます。これトップ3入っておりませんが、結構使ったりはします。はい、何で使うかっていうと、まずこちらサザビーのこの形態ですね。3ターンの属性変化スキルと属性吸収スキル持っております。よく使うのはシワドラ編成とかのサブですね。敵の色変えで使ってます。ただ毎回弾用は効いてるし、どうにかなってるので必須ではないですね。はい、というキャラクターです。まああれば使うよって感じね。はい、でシャアの武器、これがリダチェン武器です。スキブドロ強6個指2秒のリダチェン武器ですね。まあで結構汎用的に使える武器なんで、使いますけど、やっぱり見ての通りですね、超代用効かない武器ってわけではないので、いくらでも代用効きます。はい、あともう一個こちらですね。非属性追加スキブ2個チーム HP80% 激減2ターン継続武器です。はい。これも同じく超重要な武器ではないですけど、あったら使うよって感じの武器でございます。ということで、はい。シャア専用ザク、今回はトップ3入りしておりません。はい。続いて、トップ3入りしなかったキャラクターがこちらでございます。ダブルゼータガンダムでございます。これ76リーダーのね、2ターンダブル吸収枠で、まあ、ちょこちょこ使われてるキャラクターでございます。まあでもそもそもね、やっぱね、76リーダーを使う編成が好まれていないところから、少し評価下がってますね。使われてることはこのゼータガンダム使われております。で、強化も入ってますから強くなってますから、はい、いいんですけどね。はい、でよくあと使われるのが武器ですね。まずこっちの受動アスターバインド封印チーム HP チーム回復暗闇完全耐性4段ダブル吸収武器ね。はい、まあ、これよく覚醒作用で使われてるかな。4段ダブル吸収はあんま使われてないですかね。逆に言えばバインド封印チーム HP 暗闇耐性で、まあ、使われる可能性はあるかなと思います。でも内容聞くと思うし、まあ、なんとかなるかなと思いますので、今回はいトップ3から外れてます。あとこっちの武器ね、非属性追加7 c 4つ封印2つチーム HP の2ターンダブル吸収無効貫通スキルです。まあ、よくあるメリット系スキルですね。はい、となってます。まあ、これもたまに使います。特にまあシバドラ編成とかで非属性追加しながら使うって感じかな。あとはまあ多色パーティーで使われたりとかしてますけど、まあなくてもなんとかなることが多いですね。はい、ということでございます。ダブルゼータガンダムでした。これもトップ3入りしてません。ということで、これでね6体中3体喋りました。ゼータガンダム、シャアザクとダブルゼータですね。さあそれではトップ3ここから入っていこうと思います。はい、さあウィングガンダム、エクシア、そしてバルバトスですね。ここはねどれも強いし、正直どれを使っていくかによって順位かなり変動しますので、基本的に自分が欲しいと思ったキャラクター取るので大丈夫ですけど、はい、まあ、もちろんランキング付けはしていきます。ということでランキング第3位です。3位はこちらウィングガンダムでございます。はい、これはね強いですね。で、まず、進化前も強くなったんで、先に進化前喋りますね。こちら、2ターンのスキルで6解除して、光と回復を6個ずつ生成の生成ループになっております。で、しかも盤面ロックつくんですね。まあ、盤面ロックって基本的にはマイナスギミックなんですけど、これに関してはですね、まあ、12個生成なんで、光と回復でね、盤面ロックしても盤面光と回復で溢れてますし、ルーレットね、を止められるんでかなり強いかなと思っております。光の生成枠でございます。今後、まあ、リーダーじゃなくてサブ
とかでウィングガンダムループで使われる可能性が全然あるかなと思ってるんで、光パ使っていく予定の方、今後ね、クスイガンダム編成とか組むよって方はですね、ウィングガンダム必須になってくるかなと思います。はい、光パーティー組む方はですね、これ必須になると思います。はい、でよく使うのがこのウィングガンダムゼロの携帯ですね。はい、これです。これがね強いですね。はい、言わずと知れた3段ダブル吸収無効観察スキルキャラクターです。よく使われるのはやっぱ裏修羅とかの周回ですね、高難易度、ちょっと高難易度を周回するとき、攻略パーティーで周回するときに使われてるイメージです。はい、やっぱね、光パのダブル吸収枠、無効観察スキル枠はマーベル&マーベルがいるんで、そことね、激戦を繰り広げることにはなるんですけど、なんて言ったって3ターンですから、こっちは。はい、マーベラのマーベラは5ターンで2ターン無効貫通とダブル吸収スキルなんですけど、使い分けですよね、となりますので、これはね1は持っといた方がいいかなと思います。はい、これなくて困ったことがある方はいらっしゃると思いますね。はい、ぜひ取ってほしいなと思っております。はい、と転生進化ですね。こっちに関しては6ターンの76番面化だったりとか、あと光と回復5ゲシ1個につき 1.5 倍1コンボ加算の 77% 軽減17倍、クスイガンダムの相方って感じで使えます。はい、今回ね交換所でウィングガンダム×クスイガンダムで編成組めちゃいますので、そういう使い方するのもありですね。はい、転生進化で、はい、この環境最強リーダーリーダーフルで交換できるの結構熱いです。かなり熱いかな、はいですね、という感じになってます。ウィングガンダムゼロをこれリダフルで置いて、さらに光生成ね、ウィングガンダムでもいいですから、ただ5ゲシなんでね、はい、これ6個生成なんで、相性が超いいかっていうとそんなことないですけど、ウィングガンダムはかなり組みやすい環境最強リダにはなれるのかなと思います。はい、あとは武器ですね。武器はねそこまで強くないです、正直。決済バインド覚醒無効全回復5ターン半減と、スキブニコ落ち武器だったりとか、はい、こっちですね、ドロキョウ LG チーム回復武器だったりとかありますけど、別にこれ目当たり取るって感じではないですかね。はい、この進化前と究極進化と転生進化の3形態ですね。はい、使えます。ただやっぱ光パで使うって感じなんで局所的ですね。光パ組む人は1位にしてもいいと思いますけど、今回は3位にいたしましたという感じです。はい、ということで続いて2位1位いこうと思います。2位と1位はねバルバトスとエクシアで、正直これ迷いますよね。はい、どっち使っていくかということで、ということで喋っていきます。第2位なんですけど、めっちゃ迷いました。こちらです。はい、エクシアでございます。エクシアね、強いです。めっちゃ強いんですけど、やっぱ役割としてバルバトスの方が上かなということで、今回エクシア泣く泣く2位にしております。正直1位でもいいです。1位級です。ぶっ壊れてるんですよね、性能。これ10シーン4つに3色強化4つ持ちです。めっちゃ火力高くて、スキルもね回復力指自分の火力3倍の上限解放90億解放強いし、リーダースキルも3色で軽減3倍、3コンボ加算固定300万ダメージ、 HP3.3 倍、火力15倍です。リーダースキルもめちゃ強いです。実質 HP5.2 倍超えですし、火力も高いし耐久力もあるし、で回復力の倍率はないんですけど、スキルで3倍になりますから、もう超強いんですよね。はい、エクシアループとかしたらもう最強です。はい、なんだけどね、はい、サブ性能がないんですね、エクシアには。はい、別にサブだったらエクシア好んで入れないかなというところで、はい、そこがねバルバトスの違いかなと思って、今回ですねエクシア2位にしております。正直今この段階でリーダーで使うだったらエクシアの方が強いですね。はい、だから1位にしてもよかったです。いや1位にしてもよかった、本当に。はいです、エクシアでございます。うん、今回は今までのね、これ1年前なんですけど、ガンダムコラボの1回目がね、そこから考えて使用率考えてね、多分今しばらくはですねガンダムコラボリーダーで使えるのエクシアだと思いますけど、だんだんねインフレしていくにつれて長持ちしていくのはエクシアじゃなくなっていくのかなということで、今回2位にしております。はいです。で、あとね進化系っていろいろあるんで確認していくんですけど、はい、ダブルオールライザー新しく追加されております。これ4ターンのリーダーチェーンスキルですね。使う場合代用負荷ということで、3色で 77% 軽減40倍4個無加算マシンタイプ回復力3倍と、はい、いうことです。これね76リーダーとしての使い道と、あとですね76でリーダーチェーンする使い道と、あと指定リーダーからリーダーチェーンする立ち回りあります。でこれの使い方する場合はめっちゃ強いです。はい、最近よくありますよね、何々をリーダーにしてクリアすると報酬がもらえるとか、全部ダブルオーライザーでいけちゃいますので、それ用に取っとくのは全然ありかなと思います。はい、4ターンですからね、すぐリダチェンできるです。はい、これ強いと思いますね、というキャラクターでございます。これも全然取るのはありですね。小学生は冬とかスキブとか持ってます、強いです、という感じでございます。はい、
はい、まあ、指定リーダー用に取っておくのはありかなと思いますけど、まあ、そもそもね、私ね、指定リーダーでクリアしてる人結構少ないんじゃないかなと思ってて、はい、今回この評価下げてますけど、まあ、4ターンリーダーチーム超強いんで、まあ、エクシア、これ1位にしても良かったです。はい、という感じです。リーダーとしてはね、エクシア、これどっちも強いんですよね。はい、エクシアも、ダブルオーライザーもめちゃ強いです。はい。で、武器も強いですね。こちら、スキブ2個、3色強化、ドロ強2個に、あ、ドロ強2個ずつに、まあ、3ターンダブル吸収。これも強いですね。はい。これも強いんでね。はい。で、こちら、GN ソード。で、3色にガドブレイン、チーム HP に3ターン遅延、4ターン無効貫通スキルね。これ4ターン無効貫通スキルが結構唯一無二系なので、やっぱ強いです。まあ、これ局所的に強いって感じね。です。はい。ということで、エクシアは全部強いです。進化前も、ダブルオーライザーも、刹那 FCA も GN ソードも全部携帯強いです。はい。1位にしても良かったです。というキャラクターでございます。はい。ってことで、さあ、行きましょうか。続いて1位でございます。1位はこちらガンダムバルバトスでございます。はい、1位にいたしました。めっちゃ迷った、正直。あのね、強いんですよね、バルバトス。生成ループがどうしてもなんだけど、まあ、さっきも言った通りですね、あのリーダー性能は圧倒的にエクシアです。はい、まあ、今回はバルバトス生成ループで長い目で見るとこっちの方が疲れるような気がするなということで、バルバトスを1位にしております。はい、生成ループこちら2ターンのスキルですね。2ターンのスキルで6解除して6色を4個ずつ生成、上限解放は55億解放、 HP 80% 減少するっていうね、マイナスのギミックあるんですけど、これ 50% 以下超覚醒につけれるんで、むしろ火力上げれます。はい、で自分の火力も2倍にして個別デバフも返せますということで、はい、まあ強いね。うん、これはねずっと使われます。でバインドないんですよ。なんだけど、まあ、さっきのね、あのマスターガンダムとかのバインド浮遊武器つけたりとかもできますし、結構いろんな使い方できます。バインドも持ってるしね、いろんな使い方できますので、それで使っていくのがいいかなって感じのバルバトス生成ループでございます。取るなら2体かな、あるとかなり安心かなと思います。生成ループはなくて困ることたくさんありますからね、持っとくといいですね。はい、で他の携帯もねだいぶ強いんですね。はい、まず究極進化のこの携帯、これ5ターンで打てるダブルダメージ吸収無効貫通スキルなんですよ。はい、でこれ2ターン上限解放、70億解放もあって、盤面ロックもあります。盤面ロックに関してはマイナスギミックなんですけど、まあ、最近ジンループだったりとか6解除ループが当たり前になってるので、そんな不都合ないですね。どっちかというと HP1 になる方が気になるかなって感じです。はい、で、まあ、スキブとか L 字とかつけれて、で火力はバカ高いです。樹脂4つに 50% 以下水つけれるんで、めっちゃ火力高いですね。でしかも浮遊覚醒持ってないんで浮遊継承できますということで、めっちゃ火力高いです。はい、まあ、これはね、あのチェックすべきキャラクターかなと思います。でそしてこの転生進化の新しい形態ね、超覚醒樹脂あるんで樹脂6個持ちにできます。4ターンの2ターンダメージ吸収で属性吸収スキルかですね、70億解放と3項目加算、攻撃力2倍持ってます。リーダースキルが火か闇を5個以上つなげて消すとダメージを激減37倍、固定500万ダメージ、火属性の HP が 1.1 倍となっております。はい、いいですね。で武器ですね、こっちのメイスはねあんま使わない方の武器で、バインド7し2つ向きに、まあ、ドロー強武器で、もう1個の武器がこちらでございます。はい、三日月オーガスですね。バインド封印2つ、4色強化スキブ2ターン変質武器です。まあ、たまに覚醒作業プラス2ターン変質をたまに使うぐらいで採用されることはありますよという感じですね。もうバルバトスは完全にこの生成ループで1位にしております。はい、という感じでございます。いやーマジでね、エクシアとバルバトスは1位争い激しいと思います。どっち1位にしても良いですね。はい、てかまあどっちか持ってるだったら交換しやすいですね。どっちも00だったら、まあ、きついですけど交換ね、どっちかしかできないとかあるかもしれないですけど、まあ、どっちか持ってるんだったら最悪持ってない方交換すればいいですから、まあ復刻ならではのね交換所解説ということで、今回はバルバトスを1位でエクシアを2位にしました。逆でもいいです。エクシア1位バルバトス2位でも本当どっちでもいいようなキャラクターでございます。はい、ということで以上交換所解説でございました。10体だったんでね、なかなか長く喋りましたけど、よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンの方よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。